大久保の皆さん、こんにちは。もう最後に1分だけのメッセージになりますが、ザ・バイブル聖書は、あなたを愛しておられる、そのような神がいる。その神はあなたを作り、あなたに永遠の命を与えるお方として、一人をイエス・キリストを2023年前この地上に送り、キリストは十字架にかかって死なれた。皆さん、キリストが死なれ、そして復活したこと、これを信じるだけで救われる。キリストはこう言われます。私はよみがえりであり命です。私を信じる者は死んでも生きる。あなたはこれを信じるか。本日皆様にこのグッドニュースをお届けしたい。それが本日私たちの活動です。まあ、残念ながら時間になりました。最後にお訴えしたいと思います。イエス・キリストを信じたら救われます。一緒に天国行きましょう。信じるだけで救われる、これが大久保の皆様に本日お伝えしたいメッセージなのです。ジーザス・ラブス・ユー、イエス様を信じて一緒に天国に行きましょう。そのことを皆さんにお伝えして、本日の街頭活動を終了したいと思います。こんにちは。イエス様があなたを愛してます。ありがとうございます。